台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回は鮮魚の木村さんに伺います。さあ、美味しそうなお魚、魚介類いっぱい並んでいます。こんにちは。こんにちは。お話を伺いますのはご主人の木村哲夫さんです。よろしくお願いします。木村さんのところは本当に魚屋さんとしては間口が広いですね。そうですね、まあ、よその、まあね、倍にぐらいの、ね、広さがあるんですけど。そうですね、それだけこう、品数が多いというか、本当になかなか大変じゃないですか。そうですね、毎日のね、あの仕入れも大変ですしね、大変ですけど、できるだけ毎日新しいものを取り揃えなきゃいけないので、やってるんですけどね。そうですか。まあ、これから特に祇園祭が近づいてますので、まあ、ハモがやっぱり主体になりますよね。あ、そうですか。今ハモは照り焼きで綺麗に揚げてますし、はい、またこのハモの湯引きですね、この骨切りをこう綺麗に揚げてますけど、それを梅肉とかからし酢味噌でね、食べてもらうと思います。それからこのハモのお寿司ですね。ハモのお寿司、はい、ハモ寿司。それからちょっと新製品、ハモの盛り合わせ、これ色々ハモの盛り合わせ、はい、何が入ってるんですか。ハモのお寿司のね、ハモのお寿司湯引きですね、はい、それからハモの照り焼き。そうですか。これはセットになってるんです。まあ観光客の方はやっぱり京都のものというとやっぱり今の時期ですと、このハモの盛り合わせありがたいですね。そうですね。そうですか。でちょっと食べたい人がそういうふうに、ね、一口のハモをね、はい、今温めますよって書いてあるんですよ。ハモをレンジでちょっと温めてもらう。そうですか。ちょっとあの食べてもらうと、ね、観光客の人はねちょっと喜んだんですよね。そうですか、はい、あの外国人観光客の方もよく食べながら行ってらっしゃいますよ ね。特にちょっと言葉ができないんで、はい、普段にあのこれ、ね、英語で書いてあるんですか。英語と、あら、難しい。中国語とかいろいろ一つ。あ、そうですか。いやいやいや、それは気づきませんでした。はいはい、あ、そうですか。はい、あの外国に行って一番難しいなと思うのは、やっぱり魚の種類、あの注文しようと思っても、なかなかできないですよね。ほんで、こういうふうにちょっと食べますよ、はい、食べますかとかいうのをね、あのちゃんと書いてあるんですか、英語と中国語で。そうですか。あの最近はあれですか、中国人の方もやはり多いですか。うん、多いですわ。別にね、もうちょっと日本人かなと思って日本語で喋った時、まあ、全然通じないしね。そうですか。中国人か。はい、わかりました。ぜひ皆さんも、はい、あの木村さんに来られたら、あの日本人の方もぜひ会話を楽しんで、ね、いろいろわからないことを尋ねてください。特にもうこれから祇園祭ですね。わかりました。はい、木村さんどうもありがとうございました。